2月の26日です。私は結果も開けます。定着してないんじゃないですか。結果はこちらです。おお、後半で16回の公開です。やりましょう。はい、他人がいるところは初めて。ああ。やりますか。はい、さあ今回はですね、はい、教育受験プロジェクト、はい、お二方ですね、今回は。はい、アンバルです。山上です。はい、では見ていきたいと思います。いつのでしたか。2月の26日です、ね。はい、2月の26ってことは、これがもう出したやつか。あ、そうです。もう出てる。出てた。はい、あの音開けてる音で、2月26の次が3月の頭は、ね、まあ、やってないです。で、3月の2個目はもうやってないです。あ、なるほど。ということで、私はもう3月の1個目が来たんで持ってきました今日。はい、なんで私の結果も開けます。 OK、 ほら持ってきましたよ。ということで3人の結果見ます。はい、で頑張ろうが、デート前回何点でした。560です。はい、560からどうなったのか見ましょう。見てみましょう。はいはいはい、はい、もう同じじゃん変わってない。全く変わってないんです。落ちてはないですよね。まあまあそうですね、ポジティブに考えればね。はい、はい、前回のアビメールと前回のとちょっと比べながら見ていきたいと思います。はい、アビメはこちら。はい、まず最初パート1の56と60は変わんないですね、あんまりね。ただ平均が70で高くなってるのに点数下がっちゃってるから。じゃあ次は2が54、61。なるほど、平均54で61だから、まあこうやってる。前回は平均以下だったけど、で3つ目がまた平均届かなかったですね、84、80か。うん、でも前回より伸びてはいるから平均は高いか。次も63平均で52ダメか。あ、で暗示が56平均で50です295、265か。そうですね、リスニングちょっと下がって、うん、リスニングちょっと上がって、うんうんうん、結果同じ。なるほど、そうですね。でリーディングいくと56の52が平均以下になっちゃった。次は55の59だ、ここが平均超えたと。で次が64、53で70の52で72、75で文法もこれか。うー、特にいいとこはなしという感じですね。はい、いやー、どうやったんですかこれだって。一応総合対策本みたいなのがあって、はい、うん、一周して、はい、あと同じようにデルセンとかインフレとかをやってました、うん。なるほど、計画してないんじゃないのって感じじゃないかな。これだと、これだと全くしてないわけじゃないんですけど、勉強してるのに慣れないですよ。で勉強どれぐらいしてるのか。大体1日2時間ぐらい。2時間は働いてますからね、時間増やした方がいいんじゃないのって思うけどな。思いますね。で、だからデルセンのやつとかも自分で説明できるように、うん、多分定着はしてない、ね、そうですね。他人に説明できるぐらいになってください。はい、答えが分かるだけじゃダメですねっていうレベルまで落とし込まないといけないですね。はい、リスニングも全然長い方聞けてないと思うんですよ多分全然聞けてないですね。オーバーラッピングとかシャドーイングとかは全然やってないですね。やってみてください。音読しました。ちなみにこのカメラだとちっちゃい子だとマジで何も入らないから。ああ、大きい声でもう遅いですそれで最大に上げても多分聞こえないダメですね。はい、さあ続いて、じゃあ山上さんでいきましょう。はい、前回は540点です。はい、そして今回が、今回の結果は、今回はこちらです。おー、 おーすごい、650までいった。すごい、650です。いいですね。あー、めっちゃすごい。すごい、前回から110点上げました。おー、すごい、すごい。あ、リスニング330、リーディング320、近っ330か。なるほど、おー、よかったじゃん。すごい、リーディングは前回310だったんで、ほぼ現状維持。はい、リスニングで100点ぐらい上げました。おー、リスニング100点。リスニングで100点は何やったの。パート3とパート4の先読み練習をしました、うん。あ、なるほど、先読みできなかったわけね。そうです。それが今は先読みができるように。はい、それはでかいですね。なので、根本的な英語力はそんな変わってないかも。うん、
それどうやってやった？サンタさん。あ、はい、サンタクイズね。はい、あれ、制限時間って言うんだけど、うん、はい、さっき言うんですけど、多分30秒で、はい、その中に収められるように。なるほど、なるほど。やりました。うん、素晴らしいね。やったのは僕、それぐらいですかね。なるほど、よろしく。さあ、見てみますか。アビメ見ると、短い会話アナウンスナレーション、はいはいはい、北京、まあ、まだ行ってないのか、70で69、次も長め54の44だからまだ取れてないですね。まだただ短い方が80の87ですかね、小生。あ、これ同じ問題だと。同じ、うん、平均同じじゃない。で、長めの方が63で64って言って、と暗示が56で64だから、まあまあまあ、まだ伸びしろがいっぱいある感じだ。でもそれでもまだパート1、2の方が得意ってこと。まあまあ、そうですね、うん、だって長めの方はまだ結局低い、100上がってるけど。あとは変化球が苦手ですね。結構330点で結構喜んだんですけど、うん、パーセンタイルランクでしたっけ、あれ見たら33点なんですね。ああ、そうね、これね、下位 33% ってことですね。そうです。そんな下位 33% で、はい、調べたら偏差値45ぐらいって言って、はい、ザコいなと思って。いやいや、隣にちょっと、もっと隣にいます。まあ、この辺変わんない気がするんで、はい。で、次、リーディングが文章中の推測が56の56で、はい、ぴったり平均。で、次は文章中の具体的な55、65で平均超え。照らし合わせも64、69で超えてて、語彙も70、83で、文法72、75で、一応平均は全て超えてると。はい、おぉ、全部平均超えはしているということですね。じゃあ文法やったでしょ。文法まだだな、はい、文法、そうですね、これからそこをやるべきかな。単語はやってたもんね。まあ単語はインフレをやってたんで、はい、だいぶ上がったかなと思いますね。リーディングはどうでした、パート7は。パート7は残り15分ぐらい残して、うん、終わっちゃったんで。ああ、なるほどね。56の速さはどうですか。30文字25問までやって、うん、そこで10分経ってちゃったんで、うんうんうん、もうそこから飛ばして。なるほど、ね、じゃあもうパート5、6まだ遅いと。まだ遅いですね。そこのスピードをじゃあ上げなきゃいけないという感じですね、はいはい。俺の結婚見分け、それ354でしょ。これ316回の公開ですの結果です、うん、はい、やりましょう、はい。他人がいるところは初めてですね。あ、はい、レア、レアな。だ、満点取れなかったら俺だってこれ破くわけですからね、はい、皆さんお家芸、お家芸、お家芸。さっさと3人目ですから、さっさとしますよ。じゃあ行きますか、もうさっさと。はい、おお、すごい。生990点でございます。すごい。ということで、はい、満点です。316回ですね。すごいな。はい、破らなかった。破らなかった。そうだ、そう言われれば。なんか、これだから、逆に言えなかった。そっち見たいと思わないね。では、アビメいきます。はい、リスニング、はい、100、100、100、98、100ですね。ああ、1個長めのパート3、4で落としてたんだな。なんだろう、そもそも縛りなんだったんだろう、この回は。あ、そうか、縛り、はい。で、リーディングはこう、はい、リーディングを194、100、100、100ですね。あー、これも1個なんかリーディング多分落としたんだろうな、うん、っていう感じでございました。すごい、はい、ということで、はい、ということは90点でございましたという感じでございました。はい、大変なんですよこれ撮るのって。実はみんななんかもうね、飽きちゃいやがって、もう見もしないみたいになってますけど、興味ないとかって書かれてるんですけど。書かれてますよ。見て、このちょっと黒いところの違いのさ、マジですごいっすよね。500いくつでしょ。60。そう、これでだって平均ですから、日本の。あ、そうそう、日本の平均って500何十ですから、だからそれと比べるとこれぐらい違うんですからね。はい、私も見たいっすね、はい、やばいですねこれ。黒いっすね、はい、そうなんですよ。だからもうちょっと高評価したりとか。そうですね。もうちょっとチャンネル登録とかしてください。はい、ということでした。で、まあこの動画出て次の日からはみたいなのが始まりますので、はい、ぜひお楽しみに。明日はスペシャルゲスト
になりますので、うん、はい、楽しみにしてください。コラボ相手のチャンネルも明日出ますので、はい、ぜひご期待ください。ということで、はい、トイックプロジェクト2人でした。はい、ご期待ください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。